ナンバーアンダーライン愛神くん誕生祭ライブ、兵庫、30分の10、忘れられない感動を。ナンバーアンダーライン愛神くん誕生祭ライブ。会場をターコイズブルーのペンライトで埋め尽くすサプライズ計画。10月30日、ナンバーアンダーライン愛の兵庫公演。それは、単なるライブを超えた、特別な意味を持つ一日となるでしょう。なぜなら、その日は愛する神くんの誕生日。 ファンの間では、この特別な日をアンフォーゲッタブルな思い出にするため、ある素敵な計画が持ち上がっています。それは、オープニングで会場全体を、神君のメンバーカラーであるブルーに染め上げようという、愛に溢れたサプライズ。想像してみてください。幕が上がり、視界いっぱいに広がるのは、どこまでも続くターコイズブルーの海。ペンライトの光が織りなす絶景は、まるで神君への愛そのもの。 こんなにも温かいブルーに包まれたら、きっと神くんも感動してくれるに違いありません。この呼びかけは、SNS を通じて瞬く間に拡散し、「ハッシュタ人くん誕生祭り2023」「ハッシュタグターコイズブルーの約束」といったハッシュタグとともに、ファンの間で大きなムーブメントに発展しています。しかし、そこにはある課題も浮かび上がってきました。それは、ペンライトのブルーには、実は2種類の色味があるということ。 せっかくの統一企画も、色がバラバラでは、その感動も半減してしまいます。そこで、ファンの間では、どちらのブルーを使うか、という議論が巻き起こっているのです。せっかくなら、みんなで同じ色にしたい。神君が好きなブルーはどっちだろう、そんな熱い思いが交錯する中、あるファンが提案したのは、過去の映像や写真から、神君が好んで身につけているブルーを特定するという、 まるで探偵のような調査活動ファンたちは、持てる限りの情報を持ち寄り、SNS 上で熱い議論を繰り広げています。この動きは、単なる色の統一という枠を超え、神君を喜ばせたい、というファンの熱い思いが、新たな創造性を生み出す、素敵な科学反応を起こしています。そして、この輪は、オンラインだけでなく、オフラインにも広がりを見せています。例えば、あるファンは、 手作りのブルーのアクセサリーを販売し、その収益を神くんの応援活動に役立てようと呼びかけています。また、別のファンは、会場周辺でブルーの風船を配布する企画を計画中とのこと。このように、神くんの誕生日を祝いたいという純粋な気持ちは、さまざまな形で具現化し、大きなうねりとなって、当日を迎えようとしています。そして、このムーブメントは、 私たちに大切なことを教えてくれますそれは、ファン一人一人の力は小さくても、思いを一つにすることで、想像以上の感動を生み出すことができるということ。そして、その感動は、きっと神君にも届き、忘れられない思い出となることでしょう。10月30日、兵庫の夜空に輝くのは、星の数ではなく、ファンからの愛に満ちたブルーの光。それは、 神君への最高の誕生日プレゼントとなり、ナンバーアンダーライン愛の歴史に、新たな1ページを刻むことになるでしょう。10月30日、兵庫でのライブツアーの初日が始まる。特別な日として多くのファンが期待を胸に集まるこの日は、特に重要な意味を持つ。なぜなら、その日があるメンバーの誕生日だからだ。このライブのために遠くからやってくるファンも少なくない。 ファンたちはそれぞれの思いを抱え、最高のライブ体験とともにメンバーの誕生日をお祝いする準備をしている。SNS では、会場を一色に染めて祝おうという計画が持ち上がり、特に、ターコイズブルーに染めるアイデアが広まっている。誰かが、オープニングで会場を青色の海にして、メンバーにサプライズを、と呼びかけたのだ。すると、その呼びかけに賛同する声が次々と集まった。ファンたちは、 同じ思いを共有する仲間として心を一つにして、当日を楽しみにしている。私は30日の昼公演に参戦します。もちろん会場を青で染めるよ、といったコメントが絶えず寄せられ、それに続くファンたちは、テンライトを青く光らせ、特別な誕生日を祝う準備を進めている。特に、ターコイズブルーの一色に染めることで、誕生日のメンバーが驚き、感動する姿を期待しているファンが多い。 しかし、青色のペンライトには複数の色味があり、ターコイズブルーとディープブルーの2種類が存在するため、色の統一ができるかどうかがファンの間で話題になっているのだ。あるファンは、ブルーの海にしてメンバーに感動してもらいたいけれど、どの青色を選べばいいのか迷っている、と不安を語る。その中でも、5番のブルーがターコイズブルーに近いのでは、という意見が多数を占めており、 徐々にそのの方向でで統一が進んでいるまた、ライブに直接参加できないファンも SNS 上で積極的に情報を拡散している。私は参加できないけれど、遠くからも青い海でお祝いしたいという声も多く、彼らはオンライン上で応援し、その場にいるかのような連帯感を感じている。さらに、当日はぜひ素敵な青い海をプレゼントしてほしいメンバーに驚きと感動を与えたいという願いもあふれている。 このようにして、ライブに参加するものと参加できないものが一体となって、一つの大きな愛の波が形成されているのだ。当日、ライブ会場が青一色に染まることを期待するファンたちは、この特別な瞬間をどうしてもメンバーに届けたいという強い気持ちを抱いている。中には、会場が青で埋め尽くされる光景を見たメンバーはきっと感動するに違いないと涙ぐむ者もいる。このようなファンの純粋な思いが重なり、 当日がより一層特別な日となることは間違いない。また、ライブに向けたファン同士の絆も深まっている。私は昼公演に参加するよ。夜も盛り上げようという声が SNS 上で飛び交い、遠くにいるファンも含めて、多くの人々が同じ気持ちを共有しているのだ。あるファンは、ライブ前に自分でターコイズブルーのグッズを手作りし、当日は絶対に会場を青い色に染めようと意気込みを示している。 また別のファンは、ターコイズブルーのケーキで家族と一緒にお祝いすると、ライブを遠くからサポートする意向を表明する。当日、兵庫に集まるファンたちは、ライブ開始前から一体感を持って現地に集結している。彼らは会場入りする前に交流し、それぞれの思いを語り合いながら、メンバーの誕生日を祝う準備を進めているのだ。ファンの中には、直接会場で青い光を届けたいという思いから、 あえて昼公演と夜公演の両方に参加する者もいる。会場に集まるファン一人一人が、まるで家族のように団結し、この特別な日に最高のサプライズを成功させるために協力し合っている姿は、感動的だ。こうしたライブ前の高揚感やファン同士の連帯感は、SNS の力によってさらに強まっている。私も参加できないけど、みんなの気持ちがきっとメンバーに届くと信じている。 当日は画面越しからもも青いい光を見届けるつもりといったメッセージが拡散され、ライブに行けない人々も共に祝福の気持ちを表現している。これは単なるファン活動の枠を超え、ファン同士が一つの家族のような存在として結びついていることを示している。ライブ本番、会場の幕が開き、青一色の光に包まれたスタジアムが広がる。その光景を見たメンバーは驚き、目に涙を浮かべるほどの感動を覚える。 青く染まった会場の海は、まさにファン一人一人の思いが詰まった愛の証である。メンバーもその感謝を込めて最高のパフォーマンスを披露し、会場は歓声と涙に包まれる。この瞬間のために集まったんだ、という思いがファンたちの心に響き渡り、その場にいる全員が一体となって喜びを分かち合うのだ。ライブが進むにつれて、会場の一体感はますます高まっていく。曲が進むたびに、 ペンライトが一斉に青く光り、その光景はまるで一つの大きな青い波が会場を包み込んでいるかのようだ。この青い光は、単なる視覚的な美しさだけでなく、ファン一人一人の愛と応援の象徴であり、メンバーへの贈り物でもある。曲の合間にメンバーが、こんなに美しい景色を見たのは初めてだ、と感謝の言葉を述べると、ファンたちはさらに歓声を上げ、その瞬間は一生忘れられない思い出として心に刻まれる。 このライブの最中、ファンはそれぞれが自分なりの特別な時間を過ごしている。ある人は、遠くから参加している友人にもこの景色を届けたいと動画を撮影し、SNS に投稿してその感動を共有する。また、この青い光の海が、ライブ映像に収録されて後から見返せるようになれば嬉しいという期待の声もあり、この特別な時間が記録として残ることを願うファンも多い。